石川県の能登の柿は美味しいですよと聞いたので石川県の方に来ちゃいましたね。見てください、この胃袋のでかさ。豚もつみたい、本当にめちゃくちゃでかいホッキ貝っすよ。本当にこれ見てください、このでかさ、ブリンブリン。おまた来たくなる。お魚がね安いしね。私が今まで食べていたブリはなんだ。この油見てよ、これ油すごすぎて炎出ちゃってる。これ見た瞬間ね、生牡蠣かけたらいいだけじゃんと思っちゃいましたね。皆さんからいただいたスパチャでワンちゃんたちに。ごちそうさまでした。パノラマじゃない。向こうかな。水平線が気持ちいいですね。到着して今ね設営の方をしだしてます。見てください、このドッグランの真横のサイトになりますね。最高ですよ、いつでも走らせれます。あーいいわ、しかもポカポカ陽気ですね。最高なキャンプ日和です。カキフライ食べたんでもお腹も膨れてますが、ちょっと動いてねお腹空かせていきたいと思います。今日の方はカラスブルバになりますね。カラスブルバちゃんです。カラスブルバめちゃくちゃ使ってるからな、これポールがねめちゃくちゃひん曲がってるんですよ。これでいただけんな。初期の頃ねカラスブルバはねポールが弱かったんですよね。改良されたみたいですけどね。パッカリンコ、おうおうおうおお、柴田水産ちゃんと、あ、ちゃんと開けるやつもついてる。これありがてえ。これこんなんなかなかもらえません。大きい粒やわ。うん、海の香りがちゃんとしてる。美味しそうですね。
枠の方もね広げれました。荷物もね全部広げたんで、早速お腹空いたんでこの豆大福食べていきたいと思いますね。豆大福いっちゃいます。ちょっとね景色の方はね向こうの方、水平線は向こうの方でねちょっと見えにくいんですが、いい感じですよ。いただきます。今日はね私干し柿の方持ってきましたね。家でね干し柿ね、岐阜県の方にねこのキャンプに行った時の帰りに渋柿が売ってたんですよね。渋柿が売ってたんでたくさん柿を買って干し柿にしてます。これもね今日食べようと思ったけど、これ人工的なもん食べるんで今日はやめときます。明日の朝とか食べようかな。いただきます。ん？何これ、ま、豆餅と思いきや普通にあんこが入ってますね。豆だけかと思ってました。うん、うん、おいしい。うん、最高。もう日も沈み出しましたね。さあ今日の晩ご飯食べていきたいと思いますね。今日の方はね、以前に雪中キャンプの時ですね、視聴者さんに出会った時に石川県の方に出会ったことがありまして、その時に、ね、石川県の能登の柿は美味しいですよと聞いたので、こちら石川県の方に来ちゃいましたね。めちゃくちゃ、しかもね柿買っちゃいました。半缶です。そしてねこちら見てください、このホッキ貝めちゃくちゃでかいでしょ。このホッキ貝一個売りでね売ってたんでね買っちゃいましたね。しかもブリも買っちゃいました。カマも買っちゃいました。そしてこちらバイ貝の方も買っちゃいましたね。めちゃくちゃうまそうっすよ。あ、そう、これね現地の人とかしか食べれないとかいう胃袋のになりますね。ブリの胃袋初めて食べてみたいと思います。めちゃくちゃ今日は楽しみですね。買いすぎた、ちょっと楽しすぎてね。さあ早速ねちょっと下ごしらえの方をしていきたいと思いますね。今日の方はね朝日もの方、こちら何にもしてません。お、普通に朝日もです。火がつくかどうかは分かりませんが、やってみましょう。つかへんな、やっぱりつかんか。これつく、ちょっとつくかなとちょっと思ったんですけどね。ライター使って、こう今日はね、今日はちょっとお魚焼いたりねいろいろするんで。朝日もってこんなに燃えへんもんなの、これ。あ、突き出した突き出した。 OKOK、 よっしゃ。さあまずはねブリの胃袋の方炒めていきたいと思いますね。ブリの胃袋ってね私初めて食べるの、調べてみたらね茹でてポン酢とかそういった食べ方があったんですけど、このねニンニクを炒めて、ニンニク油でね
胃袋を炒めると美味しいですよっていうのもあったんですよね。そういうレシピもこれうまいだろうと思って、食感がコリコリらしいんですよ。お肉に近いようなこと話されてましたね。めちゃくちゃ楽しみです。あーもう手よりもう腹減ってきた。あとね、日がやっぱり陰ってくると寒くなってきますね。全然昼間と気温差が違います。見てください、この胃袋のでかさ、ブリのでかさが分かりますよね。これよし行っちゃいますね。おりゃおりゃ、すげえステーキですねこれ。ほんまステーキやこんなんなったらうまそう。あニンニクの香り最高。でっかーこれ、よいしょ。胃袋はねめちゃくちゃ珍しい食べ物らしいです。食べ物っていうのかな、レアらしいですよ。極レアみたいなこと書いてましたね。やっぱり足が速いらしいんで、この傷むのが速いらしいんでね、もう現地の人しか食べれませんみたいなこと書いてました。おお、もう肉屋はほんまにこれめっちゃ硬い感じがね伝わってきますね。コリコリっていうのが分かるな、これめちゃくちゃうまそう。動画の方ではね切ってから焼いてたんですけど、切るのねちょっと大変そうだったんです。でかくて焼いてからの方がねちゃんと硬くなっていいだろうと思って、よっしゃ。見てくださいほら、もうもつですねこれ、豚もつみたい。本当にこれがブリだと思えませんね。本当にめちゃくちゃ美味しそうです。この歯ごたえ良さそうですね。本当に酒のあてにめちゃくちゃ最高って書いてましたね。これはうまいわ絶対。よっしゃ、胃袋の方できましたよ。早速ねもうちょっといただいてみます。今日は食べながらのね料理になります。こちら能登の方で買ったねお酒になります。可愛い感じですよね。これだるまさんです。よっしゃ、いただきますね。いただきます。皆様お疲れ様でございます。本当にねお疲れ様です。あ、美味しい。これで胃袋、人生初の胃袋いっちゃいます。うん、赤、めちゃくちゃ濃い濃い、めちゃくちゃねもうお肉ですねこれは。めっちゃうまい。うーん、魚とは思えない。ああ合うわこれ、めちゃくちゃ合う。ああうん、ああこれねなかなかの美味しさですよ。うん、美味しい。そしてホッキ貝の方にねさばいていっちゃいます。これもうまそう。貝柱ですね、貝柱があるのでそこを切っていきますね。沿わせて切っちゃいます。よし切れましたね。切れると開くんですけど、これこのね貝柱ちゃん大事ですからね、ちゃんとちぎらず取っときましょう。めちゃくちゃでかいホッキ貝っすよ。本当にこれやばい。この紐もね大事ですからね。ここにあるわ貝柱が。でかこの貝柱。よっしゃ取れた、来ました。よし貝の方切っていきますよ。取れた取れた、割っていきます。
よっしゃ、うまそう。あっと、来た。このね、内臓です。これは取ってくださいって言ってましたね。ここで切り取って、このビラビラです。これはね、取っていきます。この貝ひもの方は、ね、黒いところを取って、もう塩もみしてぬるぬる取ってきましたね。あとはちょっと湯通しします。貝ひもは長めで、こっちはさっと湯通しするって言ってましたね。よっしゃ、これでね、甘さが増すらしいですよ。これでもう氷水じゃないけど、もう水でね、十分です。うん、うまっ。これ至福のひとときですね、本当に。これほんま美味しい。うん、よし、ホッキ貝の方切ってきますね。これね、ちょっと包丁入れるのがいいって言ってました。これ、お、動いているっていうか、ほら、本当にパチンとやるとね、これなんか閉まるらしい。ほら、動いてる。ほらほらほら、見て、これ見て、わかります？こうやって閉まるらしいですよ、これ。ほら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 、動いてる。じゃあ次はね、カキチューブも用意していきますよ。カキチューブのカキを出してってね、並べてきます。そこの水が効いてるんすよ。もうわざとじゃないかなと思うぐらいね、惣菜コーナーになめこの大根おろしあえっていうのを出たんすよね。これ絶対かけて食ったら美味しいでしょと思っちゃいました。さあ、なめこの大根おろしあえかけて食べてきますよ。こいつに絶対うめえよ。この生で食べれる牡蠣の上に生子大根おろしあえをね、あえてきますね。これであえたら絶対うまい。もうこれと一緒に食べますね。これ見た瞬間ね、生牡蠣かけたらいいだけじゃんと思っちゃいましたね。すらなくていいってね、もう楽覚えちゃいました。これよし、こいつに少々ポン酢をかけときます。少々ポン酢かけてね。よし、こいつは完成よ。っていうかね、びっくり、これ胃袋あんなにあったのに、もうほぼほぼないですね。 1,2,3,4 あと4つだけ。めちゃくちゃうまい。さあ、ブリの方切ってきますよ。うまそう。あー、食いて、早く食いて。昼間のカキフライもね、美味しかったですし、ほんと視聴者さんに教えてもらってよかったです。また来たくなる。お魚がね、安いしね、いろいろお値打ち魚がいっぱい売ってましたね。よっしゃ、あー、だいぶ冷えてきましたね。もうね、この七輪から離れるとかなり寒くなってきました。メインの牡蠣いっちゃいます。よいしょ、めちゃくちゃうまそうっすよ。ほんとね、能登に来るとね、いろんな牡蠣売り場がねあるんで迷いましたね、ほんと。さあ、この間に刺身とか食べようかな。ちょっとつまみましょう。めちゃくちゃ早いんですよ、これ。あっち、もうほぼほぼ食える、これ、食える。よし、この牡蠣も開けていきますよ。見て、オープン。おお、こっち側を見て、プリンプリン。うまそう。ちょっと待って、これ案外粒的にはね、いい感じですよ。ちっちゃすぎずで、うまそう。食べちゃう。ああ、だ、お、お、めっちゃうまい。貝柱がめちゃくちゃ甘い。風味全開。うまっ。やばい。
よし。おお、あー、また俺、おー、見てこれ。やばい。よだれ出るわ、ほんと。これやばいっしょ、これ。やばい、これ。うまそう。絶対うまいやつ。一個にはね、さっきのニンニクの油をね、ちょっと注ぎ込みます。よっしゃ。うまそう。やばい。さあ、食べちゃおうかな、このビッグ。よだれが出る。見てこれ。見てください、このでかさ。ブリンブリン。めちゃくちゃうまそう。これ私のね、親指より太いですよ。いただきます。お、めちゃくちゃ味噌の香りがうめえ。めちゃくちゃうまい。次々焼きたい。そしてさっきのね、ニンニク油をかけた牡蠣も食べちゃいます。うん、別物、全く別。牡蠣の風味はね、ちょっと消されちゃいますけど、めっちゃうまい。これもこれはこれでうまいわ。牡蠣最、牡蠣最高。あた、ほんま、これニンニク油入れるのありですね。牡蠣アヒージョやもん。そしてこちら北海道産のね、ホッキ貝ですね。これ北海道のね、ホッキ貝食べてみたかった。テレビでしか見たことない。これ甘だれで食べたかったな。しかも甘だれ行きたかった。やばい、もっとコリコリしてるのかと思ったけど、そんなにコリコリしてないですよ。しかも甘い。うん、めちゃくちゃうまい、これ。やっぱ貝ひもも食べよう、ちょっと。やっぱこんなうまいの、これ。わあ、うまっ。幸せです、これ。今日はやっぱ、よし、ブリもね、いっちゃいますよ。ブリさん、ブリさん、ブリブリさん。よし、食べちゃおう。ちょっと大葉もね、ちょっと食べよう、一緒に。大葉も私大好きですからね。大葉と、あ、それわさび、わさび、わさび乗せて、いただいちゃいます。うん、うん、私が今まで食べていたブリは何だ。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃ、やっぱこれご飯継ぐわ。もうもう無理。よっしゃ、もうね、あのブリとかね、食べたら、本当はね、あのブリの胃袋だけでもご飯食べたかったんですけど、よだれ出てる。よだれ出てる。でもね、これちょっとそこそこにしときますね。でもね、私牡蠣小屋にね、何度もね、行ったことがあるんで、食べ放題に。ご飯が食べたくなるんですよ、あの塩っ気ばかりを食べていると。おにぎりとかね、食べたくなるんですよ、あれ。もうブリカマももう焼いて食いたいわ、もう。これこうなったらトン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 、ピノの煮と。ちょっとスープ出しといたら、そしてこちらですね、大きいの選ぼうか。わさびと大根おろしの、これお酢も入ってますからね、ありがたいの。酢ガキいっちゃいます。生ガキですね、このブリンブリン。やばいっしょ。さあ、どんどんいっちゃいますね。うまし。でもね、
去年食べたね生牡蠣の方が美味しかった。これ大根おろしだけの方が美味しいのかな。これ酢がちょっと入っておかんがよう作ってくれた牡蠣ですね。これはあーうまい、めちゃくちゃうまい。よっしゃ、まあ取ってきますよ。これね、牡蠣はね焼きすぎるとねちっちゃくなっちゃうんで、もうね途中で開けちゃいますね。私の場合は私ぐらいになったのも自分で開けちゃいます、自分から。よっしゃ、次の牡蠣置いておこう。うわ、これもでかそう。これでかいぞ。これもでかい。よっしゃ食べてこう。このでかさばっかりありがたいですね。しかもねここの柴田水産さんはねこの牡蠣の大きさをね言っておけばね大きめな粒がいいか中粒が小粒とかね選べるみたいなんですよね。ありがたいですよこれ。私は大粒ばかりにしてもらいました。幸せです。バイ貝も美味しいって言ってるわ。これバイ貝も美味しそうな音してますね。やばい、よしバイ貝なんか引っ張り出してきます。よいしょよいしょ、ぐすりとやってきたー。このねこの内臓はねあんまり食べれないみたいですね。ここのこのバイガイちゃんは。さあいっちゃいます、ね。うん、なんか噛めば噛むほど甘い。うま。赤。うめえ、たまらん。ブリが焼けてきてます。このブリカマ絶対うまいやつでしょ。塩で焼いてますね。よっしゃ返していこう。この油見てよ、これ油すごすぎて炎出ちゃってる。炭なのにうまそう。よしできましたよ。うわすげえ油。よいしょよし、よし。これ焦げてるとこもまたこれ美味しいですからね。これこういうの香ばしくてまた美味しいんですよ。いっちゃおう。さあいっちゃいますよと思ったけど、ちょっと待って、これここにね大根おろしあります。この大根おろしちょっと乗せちゃう。これ絶対大根おろし絶対合うよ。これうまいぞ。これはいただきます。油が尋常じゃない。この分厚さ見てください。めちゃくちゃ厚いっしょこれね。普通の切り身でもこれぐらい分厚いのなかなかないっすよ。うん、油やば。こんな油すごいの初めて。ちょっと油すごすぎるぐらい。よいしょ、もう見てこれ、これ見てこれ。のと最高、のと最高。
粉チーズもねかけてみましょう。美味しそうな気がする。さあこの粉チーズのせこいつも食べてみましょう。熱そう、熱そう。わーチーズのすげー匂い。そんなに合う感じじゃないな。マヨネーズとかの方がいいかもしれませんね。おお、出てきた出てきた、出ました、出ましたよ。これ見て、今日のゆずちゃんたちのご飯は鶏ももでもね親になりますね。これ親ってね味がうまいんすよ。これただ硬い、でもワンちゃんたちは硬さ気にしませんからね。私もこれ親好きなんですよね。すっげえ脂がめちゃくちゃ落ちてますね。うまそう。ゆうちゃんトナカイの角が、角ちょっとかぶったら、かぶっちゃったらゆうちゃんも見やがるんで、よし、あずゆうちゃん、あずけ、よっしゃ。あれ、あずきちゃん食べません。あずき食べてみ、ちょっと食べてみな。これ美味しいやろ。食べなした食べなした、お食べなした食べなした、よかったよかった、美味しいじゃろ。ゆずは寡黙に食べてますね。あ、もう食べたゆず。早っ今日。早っ。今日の方はね、みやさんからいただいたスパチャでワンちゃんたちにあれおやつの方買ってきましたよ。こちらがステーキと肉ダイスです。こちら鹿ですね。あとデンタルスティックになります。よかったね、うん、あ、好き。